はい、皆さんこんにちは。ただいま私は今東池袋に来ております。なんか懐かしいけどちょっと変わっちゃってますね。まあ変わってないところもあるんですけど、よいしょ、こっちかな、これ左方向です。こっち？続いて左方向です。よいしょ。うわ、信号ないか。ただいまの時刻14時17分なんですけど、間もなく雨降ってくるんですよ。雨雲レーダーでね、3時ぐらいから、はい、間もなく多分、まあさっきからパラパラ来てるんですけど雨降ってくるんです。はい、なので帰りは雨ですね。一応後ろにカッパは積んでます。でなんで今日ここに、いるかというと、はい、シビアル君のねタイヤ交換に来ております。でこんな感じ。かっこ悪いけど、あの雨対策、はい、東池袋の駅前、いや風も出てきた、これ完全に降るね、やだね。なんか懐かしいですよこの通り。営業マン時代にね、本当この通りもよく通っていたし、そのお客さんの出先にもよりますけど、254川越の方とかね行くときはまあこれ使ってましたし、いや懐かしいね。この辺は変わってないね。まあお店はもしかしたら変わってるのかもしれないけど、でもなんかあんまり変わってる雰囲気はないな、このセブンイレブンとか。いや久しぶりの都内ですからね、危ないですよ。慣れない。まあ道がねこう今一つ記憶が不確かな部分もあるんで、これ護国寺ですね。はい、そう、まあ覚えてるとことね、すごくうる覚えっていうのかな、なところがあってまごまごしちゃってますね。まああのちょっと、予約時間には早いんですけどね、予約時間3時なんですけど、まあもしまあ3時からだって言うなら待ってますし、例えばねなんかキャンセルとかあって、いやできますよって言うならありがたい話で、確かその辺を左に入っていけると思うんだけどな、この辺かな、これ地図だと違うけどナビだと違うけど、こっちで確かこっち行けると思う。これね前営業所でこの帰り道だったんですよね。ちょうど角にねあるんですよ。でもこっち側からだとあそこ逆だったかな、あそこ一通だったかな、ここね、左方向です。続いて目的地は左側です。お、串カツ田中は前なかったな。ここなんだったかな。目的地は左側です。お疲れ様でした。はい。中到着。3時からなんですけど、ちょっと早く着いちゃったんだけど。他の仕事
とやっちゃってるんで、その切りのいいところで始めますんで。あ、本当ですか。とりあえずそこ置いといてください。はい、ありがとうございます。はい、越体交換終わりました。まあね、ちょっと作業、まあ結構今日はやっぱ雨予報だったんで、キャンセルがいくつか入ってたということで、ちょっと作業の合間に入れてもらいましたけど、ただいま15時20分、うん、はい、今裏通りを走っております。あー、来ちゃいました。やっぱり、はい、タイヤ交換していきなりの、ウェット性能テストでございます。怖えなあ。まあ想定はね、してましたけど、いやギリ、なんとかいけるんじゃないかなと思って、実は今カッパ着てないんですよ。うん、どうかな。あ、今のとこパラパラだったね。ここは大事。ちょっとね、やばいっす。もうあと30分ぐらいで、雨の中突っ込みそうです。はい、とりあえず変わりました。前後 IRC の810、はい、今年の製造っすね。はい、ちょっと帰ります。で、金額ね、金額はね、工賃込みで、現金で3万1000、ちょぼちょぼぐらいですね。はい。で、あのバルブのところのね、ゴムを変えてくれてます、現金の場合はね。それか窒素ガスの、サービスということで。いやー、雨だなぁ。まあ時間的にはギリ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 ってとこなんですけど、ちょっとねこれから雨雲がね、あの前の方から迫ってきてるみたいなんですよ。うん、どうかな。まあいずれにせよ3万1000円ぐらいでね、前後タイヤ交換できたんだから、まあありがたいですね。うん、でね、パッと乗った感じね、全然違和感ない。うん、違和感ないっていうか普通。普通っすね。うん、まあそれは何も、こう直線とかしか走ってないから、あれだけど、まあ多少こういう路面の継ぎ目のところ、うん、ゴツゴツ感は多少減ったかな。うん、まあそれはタイヤが新しくなってね、柔らかいっていうのも、うん、あると思うんですけど、まあこれでタイヤ交換ねできたんで、CBR もね、乗れるかなと、うん、安心して乗れるんじゃないかなという、はい、感じです。はい、ということで、今日は飯田橋まで CBR のタイヤ交換に行ってきましたという動画でございました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。雲がやべえっす。ギリ、もうちょい。あの雨雲は突っ込みたくないね。はい、なんとか雨に降られないで帰れそうです。はい、おまけでございました。